ピアノソナタ第31番変異町調,調作品110は、ルートビヒ版ベートーベンが1821年に完成したピアノソナタ。ベートーベンの最後のピアノソナタ3作品は、ミサ・ソレムニスやディアベリ編奏曲などの大作の仕事の合間を、縫ーヨーに並行して進められていった。途中、やがて彼の命を奪うことになる病に伏せることになるが、 健康を回復したベートーベンは旺盛な創作意欲を持ってこの作品を書き上げた。楽譜には1821年12月25日と書き入れられ、これが完成の日付と考えられるものの、その後1822年になってからも修学賞の手直しが行われたとされる。こうして生まれた本作品には前作を超える叙情性,性に加え、ユーモラスな写楽も盛り込まれており、 豊かな情感が表出されている。また、修学賞に記された数々のとがきは、しばしば作曲者を襲った病魔との関連で考察される。1822年2月18日付の書簡からは、このピアノ・ソナタが続く第32番とともに、ベートーベンと信仰の深かったアントニー・ブレンターノに検定される予定であったことがわかる。ところが、 出版時には学府に検事は掲げられておらず、検定者なしとなった理由を決定づける証拠も見つかっていないため不明である。ブレンターの夫人への検定が検討される以前には、弟子のフェルディナントリースへの恩義に報いるために、彼に捧げられることになっていたとする説もある。学府の出版は1822年7月、シュレジンガー、シュタイナー、ブージーなどから行われた。 作曲者は、チェロ・ソナタ第5番に見られるように、後期の作品では、フーガの応用に大きく傾いている。この曲の修学賞は、最後の3曲のピアノ・ソナタの中では最も、典型的にフーガを用いたものである。ドナルド・フランシスト・ B ビーは、ベートーベンの描く、あらゆる幻想と同じく、このフーガは世界を飲み込み、超越するものであると述べた。約18分、ソナタ形式。 コンアメービリータと付記されている。助奏はなく、冒頭からフレー1の第一主題が優しく奏でられる。フレー1ベートーベンは、フレー2に示される、第一主題の後半苦節を好んでおり、自作にたびたび用いていた。バイオリン・ソナタ第8番の第二楽章や、その他の楽曲にも、同じ旋律を生み出すことができる。また、この旋律が、 ハイドンの公共曲第88番の第2、学章からの釈用であるとする意見もある。フレイ2フレイ3第1主題に続いて、特徴的なアルペッチョのソークが入り、変歩町調の第2主題の提示へと移る。フレイ4ピアノソナタ第23番と同様提示部の反復は設けられておらず、そのまま展開部へと移行する。展開部は、テノールとバスの音域を行き来する。 左手の音形の上で、転調を繰り返しながら、フレイ1冒頭に小説の動機要素が8、改装される。続く再現部では、第1主題が細かな伴奏音形の上に姿を、表し、第二主題は変異状況となって戻ってくる。コーダでは、軽下部のアルペッチョが奏でられ、フレイ1の断片を改装しつつ、弱音で楽章を終える。三部形式。 スケルソ的な性格を持ち、軽やかな中にも全体的に不気味な雰囲気を漂わせる。第一の部分に使用されている旋律は当時の流行歌から取られている。フレー5は、ウンスラカッツハットキャツアールンゲホップと、続くフレー6は、イッヒビンルーダーリック、ジュビストルーダーリックというコミカルなタイトルの楽曲に由来する。フレー5フレー6フレー5と、 フレー6がそれぞれ反復記号によって繰り返され、曲は中間部へと進む。中間部は下降する音形と上昇するシンコペーションの音形が交差する、フレー7に示される楽奏がを改奏されるだけの簡素なものである。フレー7中間部が終わると第一部をほぼそのまま再現し、高打で音量とテンポを落として切れ目なく修学章へ続く。 極めて斬新な構成と内容を備えた、修学賞は、規模の大きな変路単調の助走に始まる。この部分のベートーベンの思考譜には、例外的に数多くの修正の跡が残されており、作曲者が遂行を重ねて書き上げたことが伺われる。デチタティーボと明記された楽奏は、頻繁にテンポを変更しながら進む。この中で、タイでつながれた連続する。 リオトに作曲者自身が運指を指定している部分は、クラビコードで実現可能な演奏効果を想定して書かれたもので、ある。フレイ8続いて変異単調の嘆きの歌が切々と歌い始められる。嘆きの歌の加工する哀切な旋律線は、バッハのヨハネ受難曲のエスイスト・フォルブラクトとの関連を指摘されている。フレイ9時に変異調調で成の風画が開始される。 フーガの主題は、第一楽章第一主題に基づくもので、この上昇する音列が全曲を統一する役割を果たしている。フーガは自由に展開されて、クライマックスを形成する。フレー10盛り上がったところで再び、嘆きの歌が現れる。疲れ果て、嘆きつつと記載されており、途端調で休符によって寸断された途切れ途切れの、旋律が歌われる。フレー十一クレッシェンドを経て、 再度賛成の風画となる。ベートーベンはこの風画冒頭にイタリア語で、次第に元気を取り戻しながらと記した。フレー12の主題は、フレー10の風画主題の、半行によっており、と長長で開始される。フレー12次第に、フレー10の縮小形、拡大形が姿を表すようになり、さらに、目のアレグロで4分の1の縮小型を出しつつ、 都庁長から主張である変異庁長に移行する。同時に、フレージューの主題が堂々とバスに回帰する。その後、大砲を離れて一層大きく歓喜を表しながら、最後に向かって徐々に速度と力を上げていきたからかに、全曲を完結させる。ありがとうございます。